はい、今日はブドウのシャインマスカットにそろそろホルモン処理、種をなくす処理1回目、3回やって確実に種をなくすっていうことなんですけど、まずそれの1回目、ストレプトマイシンって言って、これアグレプト、これをかけたいと思います。これアグレプトってストレプトマイシンって言うんだけど、なんか結核の治療とかにも使われる抗生剤になるらしい。で、ブドウ無種子化1000倍、満開予定日の14日前から開花開始時期なので、多分もうこれ2週間ぐらいしたら花が咲くと思うので、もうやっと来たいと思います。で、これをこのアグレプトを1000倍にするので、これが1リットルの水、だいたいこれ1リットル、1リットルの水にこれを 1cc、 1000倍だから 1cc 入れなきゃいけない。 1cc ってスポイトで測るしかねえんだけど、うちたまたまこれがあるので、これがここまででちょうどこれ 1ml だから 1cc のスポイト。やべやべ、行き過ぎ。これで大体1、これで 1cc、 これをここに入れるよ。入った。よし、本当これ1000倍で 1000cc に 1cc、 1000cc、 1リットルに 1cc で1000倍でいいんだよな。そんな薄くていいんだ。ジベレリンで1回失敗してっからな。でも 1000cc だから、1000倍だから1リットルに1cc、 間違いねえな。よくかんまして、これをここに入れる。まあでも10房ぐらいしかなってないからね、1リッターもいらないんだよね。よし、できた。よし、これで霧吹き。いいね。よし、かけるよ。もうこう薬いっぱいあるからたっぷりかけてやろう。もうビシャビシャに。これなんか雨が後でかかって流されちゃったりするといけないらしいから、今日はもう一日安定して晴れらしいので、いい時期だと思う。これちょっと長えな、もうちょっと短くしてもいいな。ここにあった。こっちからやるか。
全部にまんべんなく。あれこの株1個だったっけ、もうないか、ないか、この株1つしかつかないのか。よし、じゃあこの株のここにある、これも行くか、うまくいくかどうかわかんないけど、これも一応かけとくか。多分プロの農家はこういうこんなあのやつは多分取っちゃうんだろうけどね。これはさすがにダメでしょう。これしょうがねえか、取っちゃうべ。奇形だね。奇形。これで、とりあえずストレプトマイシン処理はいいかな。でもこんなん残っちゃう、もったいないね。まあでもしょうがないな、ないよな。まあでもこれもったいなくて、もし雨が降ってきたりして取れちゃうといけないので、これはちょっと一晩ぐらい取っとこうかなと思います。それでは第1回目の処理、そして今度開花とかになったらジベレリンの処理とかしなきゃいけないので、3回分まとめて動画にしたいと思います。そしたらまた次の機会に、イエイ。はい、これまた今日はシャインマスカット、子供がついて、来たので、これを大きくさせるためにこの先を摘心しなければいけないらしくて、これがだいたい 1,2,3,4 節目についてるんですけど、ここから先を 1,2,3,4,5,6 枚ぐらいにしてピンチしちゃいます。止めちゃ摘心、これで6枚で、これもここにあってで、ここから先を 1,2,3,4,5,6 枚、ここで摘心。これでこうこっちにこの成長点にパワーを取られるつつに、この成長点に行くはずだった力がこっちに回っていくっていうこと。やっぱりメロンもやっぱり摘心しないといけないから、これで 1,2,3,4,5,6、 まあいいや、これは7枚にしてみよう。これで摘心、これは 1,2,3,4,5、 まだ先の方までちょっと行ききれないので、これはちょっと待つで、これは 1,2,3,4,5,6、 こっち7枚残しに行くか。でこれはここにあって 1,2,3,4,5,6、 ここら辺にしとくか。多すぎればまた取ればいいかな。1,2,3,4,5,6 で、これはついてない、ついてないけど別にいらないからな、摘心しようで、1,2,3,4,5、これどうする、取っちゃうか、取っちゃう、ヒゲも取っちゃう。でこれも 1,2,3,4,5,6、 ヒゲ取って、これも取れ、これで摘心完了で、ここにも1個あるから 1,2,3,4,5,6、 ここで摘心で、ここにもあるから 1,2,3,4,5,6枚摘心。これはまたこっちにもまだつるを伸ばしたいんだよな。1,2,3,4、これほらなんか二首になってる、もうちょっと伸ばす。こっちは
これ多分変な株だけど、12345、これもまだ先まで行ききれないから池だけ取っとこう。よし、こんな感じで実の先の摘心はできたので、ここが膨らんできてくれればいいと思います。はい、これ一回もうスプレッドマイシンやってあるから、次は膨らんできて開花になった時にまた取りたいと思います。その時にジベレリンとフルメットやります。はい、とりあえず